原ちゃんに受け付けされました。お、本当ですか。どんな対応してたかな。私も言われそう、センター今日センターやらせていただいたんですよ。はい、じゃあ大人になる前のセンターをやらせていただきました。はい、次の配信は原ちゃんです。こんにちは。始まってるんですけど、どう始まってます。ゆうたんこと高島ゆうでした。名字同じよ、本当にゆうたんでした。ありがとうございました。まゆの大人になる前にどうでしたか。そう、ゆあちゃんに振られました。え、なんで。あゆが結婚相手でしょ。全くもうはい、ゆあちゃんの名前見えてるいやーいやちょっかい出した人です、すいません。そう、バトンやってたの。こんにちは。はい、じゃあ改めて自己紹介しようかな。こんにちは、原由美です。この度4期生の個人ルームが開設されました。イエーイで、開設を記念して4期生で配信リレーを行っています。そしてはいしています。あ、高島ちょっとあゆを結婚相手から振った方です。え、ちょっと振られましたこの人に。バイバイ。あ、ちょバイバイはい、こんにちは。振られちゃった高島にね、ちょっと全くもう、まあゆあちゃんは、まあいや、ゆあちゃんね、ゆうちゃん誰って言ってた、コマちゃんって言ったっけな。まあコマはね、うんうん、そう、あゆうとゆあなんだよね。ああ、はらちゃんのトリカありがとう、トリカにしちゃうよはい、ということでキャッチフレーズをしていきたいと思います。はい、いきます。恥ずかしいはい、あなたのことが大好きです、私の愛を実らせてくれませんか。キュン、ありがとうございます。皆さんのお師様になりたい、新潟県出身15歳の原ちゃんこと原由美です。よろしくお願いします。原ちゃん、ありがとうございますこんにちは。ツッキュンツッキュンありがとうございます。はいこんにちは、こんにちはえ、待って、51歳になってたって。え、15歳15歳です。私は51歳じゃないよ、15歳だよやだ。はいね、ちょっとサホちゃんが見えてるそう、次サホちゃんなのでね。はい、ということで次、あ、キャッチフレーズの由来は、キャッチフレーズの由来は、愛を実らせてくれませんかって、実るを入れたくて、で、はい、あ、自分の漢字が愛に実るなので、実るを入れたく、あ、愛に、愛に実るを入れたくてこのキャッチフレーズにしましたねえ、サホちゃんね、髪が映ってるねダメよ、ちょっとアギ以外に見ちゃダメでしょ、まったくもはい、じゃあね、もう自己紹介は終わったということで、質問箱行きたいと思います。質問箱行きたいと思います。
っち入れると見えちゃうからこっちにして。だって見えちゃうんだもん。はい、ね、なんか昨日とさ箱変わってるんだよね。はい、いきますよ。じゃーん、昨日と同じ内容だったらどうしようかな、どうしようかな。いや、これ昨日もやったな。どうしよう、パスで、同じものパスで。わかりました、じゃパスします。はい、じゃ次、さあ、あ、来ました。これに関しては何分あっても足りないくらい語れるという人、ものがあれば教えてください。これは出ました。はい、これね、何分あっても語れる。はい、それは推し様のおもひなたさんです。ひなたさん、ひなたさん本当に可愛くて、もう本当に大好きで大好きで、もう何分あっても語れる。あのパフォーマンス中 の表情とか、もうファンの方への対応とか、もう神対応すぎて、本当にもう大好きで大好きでしょうがない。もう普通にもう可愛いんですよ。はいはい、なもうだからね、何分あっても語れます、こちらはね。うん、大好きです、ひなたさん大好きです、大好きです。はい、ということで浜日向さんでした。じゃあ次行きます。ちょっとね、時間早くしないと。行きます、次。あ、NGT48 のメンバーとしてこれだけはやってみたい、経験してしたいことはありますか。え、なんだろう、待って、NCT のメンバーとしてこれだけはやってみたい。NCT ってその NCT48 にだけしかない部活動があるじゃないですか。だから部活動を、なんかこれは多分みんなやるとは思うんだけど、部活動を活発的にやりたいなって思ってます。あと自分特技がバトントワリングなので、あのいつかステージで皆さんにバトントワリングを、私のバトンを見せれたらなって思ってます。バトンでを使ったパフォーマンスをしてみたいなって思います。部活は今のところはスイーツ部が希望です。あ、いや、甘いものが大好きなんだ。え、何部に逆に愛に入ってほしいんだろう。じゃあどんどん行っちゃいます、行きます。はい、あ、来ました。もうこれ本当に待ちに待ってました。私は4期生の中から結婚相手を1人選ぶとしたら誰ですか。これはなんかメール取ってくださった方ならなんか一回言ったことがあるんですけど、私本当に、あ、結論言いますとね、木本アンナちゃんです。はい、私木本アンナちゃんが本当に大好きで、もうアンナち大好きなんですよ。本当に大好きで、あの大好きなんですよ、アンナち。はい、アンナッチね、大好き。だから、あの、あゆ、すんごいアンナッチに愛を伝えてるんですね。だから、なんか、アンナちゃんが昨日この質問来た時に、あ、あゆのこと、まあ、選んでくれるんじゃないって思ったら、なんか違くて、え、あゆじゃなかったの、なんで、もうすごい好き好き伝えてんのに、え、もう片思いなのね、本当に。え、本当片思いなの。あ、でも、あの、アイは2番目の女らしいです。あ、2番目の男かな、2番目の女かな知らないけど、あ、なんかね、でもアイと迷ったよって言ってくれたんですけど、振られました。アンナち、アイは結婚したい、結婚してね、アンナちゃん。はい、じゃあ次行きましょ
はい、いきまーす。じゃじゃーん。はい、いきます。あなたの次に配信するメンバーの第一印象と今の印象を教えてください。はい、いきます。これは、次サホちゃんなんですけど、松坂サホちゃんなんですけど、サホちゃんは最初なんかあんまなんか4期生で全員で会った時にあんまお話できなくて、で静かめな子なのかなって思ってて、もうなんかおとなしくてなんか綺麗な子みたいな感じだったんですよ。そしてでも喋ってみたらすんごいおしゃべりっ子で、もペラ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 喋ってて、だからその第一印象はおとなしい印象で綺麗な清楚な子みたいな感じだったんですけど、もう今はでなんかもうね、めっちゃおしゃべりな子なんです。ペラペラで、はい、ペラペラですはい、じゃあ次行きます。じゃん、はい、行きますよ。オーディションで一番印象に残っている4期生はいますか？オーディションで一番印象に残ってるのは、こまちゃん。こまちゃんです。大竹こまちゃん。大竹こまちゃんは、なんかなんていうんですかね。すごい、あんまり、オーディション中に、期間中にあんま喋んなくて、でなんかチラーみたいな見る感じだったんですけど、そしたらこまちゃんなんかすごい明るい格好して派手っていうかで、ちょっとなんかちょっと怖かったんですよ怖くて、でその受かった後にお写真撮影とかいろいろしてた時に、なんかこまちゃんこまちゃんすごいすごい喋ってて、もう明るくて、まあ、そこからもうムードメーカーみたいになっちゃってましたね。そう、ギャル目指してたからね、あの子ねギャルマジでおもろかった。なんかもう昨日こまちゃんの配信を第2部3部の子たちと一緒に見てたんですけど、その場で、そしたらもうこまちゃんすんごいこと言い出すから、もうじゃあ一緒にみんなでキャッすんごい笑っちゃって、もう声出さないように大爆笑してましたね。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。じゃじゃん、待って今何分だろう、大丈夫かな。あ、来ました。 NGT48 の楽曲で自分がセンターに立って歌ってみたい曲はありますか。こちらはですね、たくさん、もう全部、なんならもう全部って言いたいぐらいなんだけど、私は特に渡り鳥たちに空を見れないやってみたいです。あと何かがいるも好きだな、こんにちは、でその渡り鳥たちに空を見えないやってみたいです。バレエのなんかバレエのダンスみたいな感じだから、バレエ身が入ってる、まあ、腹とこもやりたいな。日向さんセンターなので何でもやりたいです。すいません。じゃあもうスクショタイムに入りたいと思います。はい。はい、かわいい写真を撮ってください。どうしよう、渡り鳥。いや違うね。どうしようかな。何のポーズかって。昨日ずっと言ったんだよね。この度、どうしよう。もう結構喋ってもいいでしょうか。こんばんは、松坂さほです。スクショタイムです。この度4期生の個人ルームが開設されました。もうね15分経過しちゃって、さほちゃんも開設を記念して始まっちゃったから、うちももうバイバイにしたいと思います。スクショ今のうちに撮っていてね。見に来てくださってありがとうございます。ありがとう。私がね、このリレー配信の最後になるので、すごいドタバタになっちゃった。最後になります。じゃあ切りたいと思います。バイバーイ、はい。